見たところ死んでませんね。死とか死後の世界がどんなものか分かりませんが、少なくとも息はしますよね。それ納得すんの？そう、なんかちょっとムカついてない？どうする？もう拉致やもんな、言ってしまえば。スリね、スリ、そうなのね。人の話を。もうめちゃくちゃ、この人たち。やだ、もう。だって、スケオダイを犯して、それから残虐に殺すつもりなのね。もう、やだ、この人たち、もう。あー、やばい、壊れちゃった。落ち着ける飲み物。落ち着ける飲み物って何やろうな。ボトル開ける？ボトルいく？バーだっつってんだろ。店の上がりです。もう何かわからん。いや、もう自腹です。クビになるか厳しくそうだね。これ一応こっちもね、歴としてね、仕事やってますから、大丈夫ですよ。うん。どうするだけでも、体がブルブルします。そしても、じゃあこうしましょう。それ出て、大体3軒目にコンビニがあります。そこで薬物検査キットを売ってます。コンビニに売ってんねんな、そんなもん。むむむ。空中で自動車と、空中で以外は、道路に穴が開いた。ああ。いや、丸からしてもらった。見た？あ、それがどうかし、オーマイゴッド！は、なにこれ、なに、どうして。連鎖して、伴奏をこうそうとしたけど、お支払いはしてない。なら結構、検査してみてください。陰性だって。あ、知ってたし、それですね。あれ、私じゃなくて、ボスの名前。スパイシーチキンのバーバンだと思ってください。飲むと共有してるわけじゃない。で、まあね。すごい店員さんや。そうなりますね。めんどくせえこいつな。こいつめんどくせえよ。仕事に無駄じゃないんだから。悪くなかったけどまた飲みたくなる。アルコール入れりゃよかった。くそー。めっちゃアルコール入れりゃよかった。すいませんでした。神経でした。私はここにさせて、少し考えまとめさせてくれ。どうして私はここにいるの？うん。なるほど。重要人物になるのかな？この人が。頼まれてよかったかな？こいつ考え方がすごいな。そんな近未来、もう未来の話ってさ、そういうことになってくるのかな、もう。もうそれぐらいやばい街になってくんのかね、やっぱり。多分よくかな？話したくはないけど。おうおう、ちょっと待って、何今の。あえ何今のえ、ちょっと、いや、もうしゃあないわ。めっちゃ飛んだよ、今。なんや。あ。なるほど。わかりました。キーボードのですね、コントロールボタンがですね、かなりスキップするタイプのあれやったらしくてめっちゃ飛ぶやべえ。まあ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 しゃあない。ピアノマンね。いやもうこれはもう本作やってくださいとしか言いようがないわ。アデルハイドどうする？でかいのもやってみる？でかいの作っちゃおう勝手に。デルタパータ10か。コントロールでめっちゃ飛ぶ。最悪や。びっくりした。ピアノ持ってなかった。あ、ピアノマンは L サイズは作れない知らんかった。バロントリンさんでオンザロックでミックス。ピアノマンパパがよく飲んでた本物ピアニストに殺されそうになる前の話。ピアニストがそんなに逆上してるようなこと間違った時間に間違った場所にいたのよ。バーでくつろいだら突然そのピアニストがステージ上から飛びかかって殴られてきた薬を切らしてなおかつこき下ろした評価とパワーを見間違えた。ジャズを聴くと興奮するかね。ピアノマンには面白い逸話があるんです。もともとあるバーテン。これほんまにあんのピアノマンって。友人が大好きだったフレーバーを混ぜたんだけど。素敵な話ね。ほんまにあんの？あるのか調べてみようか。カクテル。うん。ちゃうやん。バルハラ限定でした。バルハラ限定なんかな。まあ、イメージして作ったやつあるけど。ショートは何？キム。ああ、中国の方？中国っていうか韓国？まあ、アジア系の人かな。仕事、まあ、インター。会社はどっちだよ。ああ、さっき来たね。ドノバン。あいつの胸くそ悪いコロナね。そんな残るアクションばらまいていい。いいですね。めっちゃ怒ってるやん。これノート持ってんのかてか、服かと思ってた。厳しいですね。あいつの戻りに終えてしまう。ピザの配達に来た子にさ、無理やろ。ようやくピザ屋から配達のバイトを知らないかって問い合わせが来た。どういうこと？すごくねそれ。サーバーメンテナンスは一人できるようになってるってすごすぎやろ。有能すぎん上司。あの D、有能やん。たくんです。質問でした？その話はしたくない。はあ。了解。名前は、ジル、まだ言ってなかったか。バーテンダーは大変？コックと同じぐらい。人によるんじゃん、そうなってくると。質の高いものを提供して、気まぐれな注文に応えて。一番大変なのは、お客様時々起こすケミカルハザードの対象ですかね。バーテンダーね。キャード服で踊る。そんなことあるかな？また始まった。働くお店次第。まあそうね。バルハラがフードの DJ を仕切る。締めるディスコじゃなくて私はラッキーだったのかも。おそらくそれぐらいお店ならそれでいいと思ってるみたい。おさ、なかなか面白い人ね。もう、主人公もうボスのファンやん。ちょっとピリピリして。そうなの。遅いと言うと万事うまくいってるって気がします。あと腕が機械。どうしてその人かわからないけど。すみません、つい。もう推しやん。完全に。済ましてたボスに俺を言いたい。言ってるボス呼ぼう。随分長いしなった。あなたの声に甘えすぎるのもよくないから。もう一杯だけいかがですか。どれぐらいお強いかわかりませんけど、あと一杯だけないブランディーニ。どうしたどうした。マティなんかあんの。マティものでないやんけ。ブランディーニね。下のこのセリフの意味がわからないのには。はい。じゃあ入れましょう。カルモトリンが1。キザの男の10人中8人がこのカクテルを勧めるが、彼らはキザったらしく振る舞うのに相当無理をしていると。はい。らしいです。OK、ブランディーニ。熟成ってなんなんやろね。これよ、これ、これ。乾杯。この仕事にはこれってな。ただ成り行きで、あー。その出来事がまた別の出来事につながって、気づいたらバーテンダーをしてた。うん、私が情熱を燃やした夢は、モデル戦士ジュリアンの筐体を買うことぐらい。まだ諦めてませんけど、でも大人として払うものを払わなきゃいけない。実現したいような夢がなかった。でも夢を持つことは大事って言うけどね。どうなんだろうね。家で恋と一緒に住みたい。もう夢はないですね。AI には興味あるけど。じゃあ勉強したいかって言ってそうでもないし。だからその時にいいと思うことをいろいろやってみて、そうこうしてるうちにバーテンダーになっていた。よく散らかしたもんだ。あの光景はしばらく脳裏を離れそうにない。つうか犬がどうやって外にトイレットペーパーを投げたんだ。頑張ってるな、トイレ掃除。トイレ掃除するだけで帰りやがった。てか、長いな、トイレ掃除。今のは、亡霊です。と、聞こえてるぞ。どうして夢の話を。やりたい仕事が見つからなかった。あ、理想の仕事というのを理解しすぎているんです。誰もが自分の望みちゃんと分かってるわけじゃありません。その仕事を好きになる人もいれば、何度も失敗してよくない、やりたい仕事を見つける人もいる。考えすぎない方がいい。まあそうね。夢を叶えれる人って大体1割とかほんまに一握りしかおらんもんね。あ、この人帰るんや。別になんか重要人物とかじゃないんやな。これ終了と。周りか。あ、ほんまに今見たら手がなんか機械だ。みたいです。ギルはどうした？それにここにいた女の子は？ギルはトイレ掃除を終えて体臭いと言って帰りました。キムは目を覚まして何杯か飲んで帰りました。そうか、キムというのか。どんな様子だった？変わったことは？起きた時は怯えていましたが、そのうち落ち着きました。心配ですか？お前は、よくわかりません。うん、ボスって呼ばれてるよ、そうして。いや、そうでもない。お前は他人行儀でそう呼んでるわけじゃないだろ。単にそういう習慣だからだ。そうか。それともかグラスを片付けたら上がっていいぞ。ありがとうございます。日給でした。やったー、お金だー、パーフェクトマン、やったぜ。チップがあるね。あの女の子をつかしてくれた分の手当だ。ありがとうございます。やったー。会議中と、あ、そうや。ちょっと待って、これあなたの会員権を17日に上行し、当日まで口座800ドル。払おうぜ。払おう。なんか買い物するがあったね、今ね。びっくりしたわ。うん。これ何？あ、ビールだ。なんかいっぱいある。これ買おうか、とりあえず。全然もう。ああ、いや、ちょっと待って。いや、違う。自社ネットの店に、デンジャーユー、シャイニングフィンガーの会員権、17日、とりあえず、報道して、解説しよう。あ、なんか D が、あ、これがデンジャーユー。ミキの観察、あれ、あー、ちょう。知らない。掲示板やけ。アリス。うん。あ、終わり。ミッキーのコンサート、前回もせんな。流れ、ナナ氏が親友に告白し合っている。したいかどうかわからないって。ミッキーのコンサート。次、お前ら人生最大にどの向け？彼氏。なんかもうめちゃくちゃやな。うん。声もきついな。あ、アリサ、あ、ちょっと当てみよう。はい、じゃあ、とりあえずセーブしよう。